はい、どうもひこまです。皆さんはヌッペッポーという妖怪をご存知だろうか。この妖怪事件で紐解いてみましょう。ヌッペッポーありました。鳥山石燕のガズ百鬼夜行に一等身の肉人のような姿で描かれている妖怪。北村商店の奇遇昇乱や化け物尽くし、京華百物語、妖怪絵巻などにもその名と絵の実が見える。具体的な話がないのでどういう妖怪かは不明だが、名前からしてのっぺらぼうの一種と考えて良さそうである。墓地や灰寺に現れると言われているが、これは藤沢森彦の妖怪画壇全集日本編上に、古寺の軒に一階の死肉のごとくに出現するヌッペラバフという解説による。しかしこれはヌッペッポの背景が寺のように見えるからという絵からの想像に過ぎないようである。ちなみに絵はこっちです。鳥山石燕ガズ百鬼夜行、名作です。江戸時代のものですね。江戸時代は何という時代でしょうか。安永5年に出たそうです。これいろんな妖怪の絵が描かれてます。これ妖怪好きはねマストのやつです。でヌッペッポはどこだ。89ページ、これですね。ヌッペッポ、灰寺に現れるっていうのはね、この絵のイメージからです。本当のところこの妖怪は実在しません。安永5年からねこの絵は実在していたっていうのがすごいと思います。でこの度このヌッペッポがソフトビニール人形、いわゆるソフビになりました。というわけで買っちゃいました。それがこちらです。海木理沙さんという方が作っております。ちなみにお値段は5500円でした。送料を入れると6000円。いかんせん手作りなんでね、値段が上がっちゃいます。ウルトラマン怪獣とかのね大量生産とは違うんでね。しかしよくぞねヌッペッポをソフビにしてくれたという感じです。これは買わねばならぬという感じで買いました。封筒もね真っ黒でね雰囲気出てます。こんな色の封筒あるんですね。予想以上にちっちゃいです。中身ほんとちっちゃいんじゃないかなと思います。今封印が解かれております。ヌッペッポの封印が解かれてしまった。ちら、あーこんな感じか。ちょっとね色が入ってます。単色じゃない。チャララーン、出ましたヌッペッポ妖怪ソフビシリーズ、これですね。そうそう、これね昔ね妖怪のねお化け屋敷のボードゲームがあったんですけど、これがいました座敷に。子供心にあれが怖かった。今は普通に見れちゃってますけど、いやむしろ可愛いぐらいまである。子供の頃は怖かった。妖怪ヌッペッポーがソフビ人形になりました。ぷっくり可愛いお尻が特徴です。非常にとろけてます。開けましょうか。これをね開けるのもなんかもったいない感じがするんですけど、まあせっかくなんでね開けましょう。じゃじゃーん、変わったもの好きはねこれゲットしないとダメでしょう。ちょっとね形が卑猥ですけどね、こっちにはそんなイメージがないですけどね、かなりちょっと寄せられてる感じがします。それはまあ個々の解釈なんでいいでしょう。目らしきものがありますね。鼻らしきものもあります。口らしきものもあります。ちょっとこれはね卑猥系に寄せられてますね、かなり。まあどことは言いませんけど、これ腕動いちゃうのかな。あ、動きますね。ちゃんと動きます。ちょっとエアブラシでね色が入ってるのが良いです。足は動かない。お尻がプリティです。赤ちゃんのお尻みたいです。これの肉もねダブついてます。足の裏には何か書かれてますね。あ、ナンバリングされてんのかな。これは51だろうか。ちゃんと文字も入ってるんですね。マークも入ってます。金丸祭りでね好かれそうな感じがします。金丸祭りで売るにはちょっと高いかな。でも買いそうだな。
この絵だとね平面なんでね横から見るなんてことはないですけどね。ボテッとしてます。これ YouTube のなんかに引っかかんないよね。妖怪ですからね。こんな感じです。今はちょっと売り切れちゃったみたいですけどね、興味を持たれた方はぜひね買ってみてください。